おはようございます。環八通りを経由して瀬田から用賀へと歩きます。直線距離ではそう離れていないこの区間、どのように景色は移り変わっていくのでしょうか。よろしくお願いします。坂の奥に多摩川高島屋が見える。交通量の多いこの場所は東京都世田谷区瀬田交差点のすぐ近くです。早速瀬田交差点へと歩きます。一部では青空も覗いています。東名にも第三京浜にもアクセスできるここ瀬田交差点は246号と環八通りが交差します。246号はアンダーパスを持ち立体交差となっています。瀬田交差点です。環八通りはここ瀬田交差点で路線番号が変わります。そして奥へと伸びる427号を進むと用賀なのですが、今回はここで左に曲がり環八通りを経由して用賀へと歩きます。環八通りを歩きます。少し進んで瀬田郵便局前交差点です。また少し進んだところです。右には用賀の象徴、世田谷ビジネススクエア、通称 SBS が少しだけ見えます。また SBS との位置関係が少し変わってきた頃、右にはニトリが。ニトリ環八用賀店です。ニトリとしてはこの店舗で世田谷区に初めて出店しました。それは2016年と比較的最近です。かなり大きな店舗ですが、それまでここには何があったのかというと、住友 3M 株式会社の本社がありました。ニトリの向かいには総合住宅展示場ハウジングプラザ世田があります。右を見ると横断歩道が。用賀へと向かう場合はここで渡った方が良いのですが、少しだけ寄り道します。そして先ほど看板のあったエネオスです。スターバックスコーヒーもあります。目の前に大きな交差点が見えてきました。ここは環八東名入口交差点です。東名高速道路の端っこ、東京インターチェンジが存在します。マクドナルド用賀インター店の足元から歩道橋で向かい側へと渡ります。トランペット型のインターチェンジが多い東名において珍しいダイヤモンド型をしています。ちなみに他の例としては裾野インターチェンジが挙げられます。マクドナルドの看板に明かりがつきましたね。ここ東京インターチェンジは用賀インターとして有名かもしれません。ちなみに東京インターチェンジが正式名称です。東名高速道路は首都高速道路に直結しています。そちらの正式名称は用賀出入口です。いずれにせよ高速道路の話題でよく出てくる用賀は実際このような見た目をしています。さて用賀へと向かいます。 SBS がこちらを覗いています。Thank you.
さて、東名高速道路における洋画としてもう一つ知られていることがあります。それが洋画パーキングエリアと、そこに設けられている高速バスのバス停です。校舎専用のバス停を降りると、パーキングエリアの外へと案内されます。その通路は一方通行で、外から入ることはできません。そしてその通路の末端がこちらの扉です。足元に洋画池への案内が設けられています。高架下は公園などとして有効に活用されています。左に曲がります。すっかり SBS が近くなっています。洋画駅はもう間もなくです。バスロータリーが見えてきました。左に曲がります。洋画です。駅前の駐輪場はとても利用率が高いとわかります。曲線や円が多用された洋画、瀬田とは随分と異なる雰囲気です。しかし確かに道はつながっており、その変わりゆく景色は非常に興味深いものでした。コンサートホールかのような駅の入り口もまた印象的です。さて、この動画はこのあたりで。ここまでご覧くださりありがとうございました。またお目にかかれれば幸いです。それではまた。